オラス・トゥン・キュネンは、フィンランドの環境活動家、タンペレ市議会員、エルス・クンタ議員であり、緑の同盟に所属する。ユバスキュラ生まれ、タンペレ大学の新聞、マスコミ学科卒、環境及び開発組織での活動は14歳から始めた。第一の友フィンランドの創立時の党員であり、1996年から1997年と2004年の、 春に副総裁だった。複数の新聞で多数の記事を書き、らのラジオニュースのリポーターでもあった。資産と環境に関しての著作が多かった。2007年現在、彼はフィンランドで一番若くして、なおかつ最初のカミングアウトした芸の議員である。2004年にサトゥハッシが欧州議会への選挙のために抜けた議席に加わった。 2007年には彼自身の権利のために議員に当選した。セクシュアルオリエンテーションシュトノットデファイ e ス。制限ポラティションス。モントリオールガゼット。2007年6月1日閲覧。ありがとうございます。